はい、皆さんこんにちは。すいません、なんかちょっとドタバタしてしまった。まだなんかハードディスクがゴリゴリ言って、なんかプレゼンテーションモードに入ってくれないですけど。はい。はい、リブレオフィス日本語チームの榎木と申します。よろしくお願いします。お、なんかまた暗くなった。また戻っちゃいました。ちょっと、すみません。やばい。まあいいや。いいことだよ。全然操作できなくなっちゃう。はい。戻ってこいって感じですね。ちなみに皆さん、リブレオフィスってどれくらい使われてる方だったりしますか？割と多いっていうか、もうほとんど。これはなんか予想外な感じだったんですけど。やばいですね。逆向きになっちゃいました。なんか、プレゼンテーションモードで、手前に表示したいやつがこっちに出ちゃったんで、どうやって直すんですかね。なんか、デビアに詳しい人教えてくださいって感じ。はい。で、今日はですね、LibreOffice の、概要の話と、それからコミュニティの話と、新機能と、どれを重点を置いてやろうかなと思って、ちょっと、考えてたんですけど、概要は飛ばしてもいいということが今分かりましたので、コミュニティの話と、それから新機能を中心にやっていきたいと思います。はい、よいしょ。これでいいかな。はい、ということで、よろしくお願いします。はい、で、自己紹介ですけども、LibreOffice のコミュニティで、普段活動してまして、昔はOpenOfficeのコミュニティにもいたんですけども、今 PDF って呼ばれる、財団がドイツにあるんですけど、そこのメンバーで、かつ、LibreOffice日本語チームのメンバーです。あとはその関西と徳島あたりで勉強会もやっています。島でもなんかローカルでアテンドしてくださる方がいればやりたいなと思うんですが、まだ実現できてない。で、午前中は、日本ユニックスユーザー会の方で参加させていただきました。で、もうここは喋ったので次に行きます。で、特徴はもう皆さん大体使われているのでいいかなと思うんですが、マルチプラットフォームで Windows、Mac、Linux、どれでも使えますねっていうのは結構大きいのかなと思っています。で、この辺もほとんどの方はもうご存知のようなので飛ばそうかなという感じですが、ワープロ表計算、プレゼンテーションあたりは Microsoft Office と大体一緒ですよね。で、意外に使われてないのがドローかなと。持ってまして、皆さんぜひドローを使ってみてくださいって。ちなみに ドローを使われてる方どれぐらい？ちらほら、かなり少ないですね。これいいのになぜ使わないのか。チラシとかポスターとかもこれで作れますし、それから、プレゼンですね、インプレスとか、あとはライターに、オブジェクト貼り付けるときですね、なんか、ちょっと図形書いて貼り付けたいっていう時に、ドローで書いておいてコピーペーストするっていう方がやりやすいんですね。そういうような、ふうにできているので、ぜひ使ってみてください。あとコネクタ機能もあるので、簡易なビジュアル的な使い方もできます。これは今日持ってき損ねたチラシなんですが、こんなふうにチラシとかも作れます。で、ODF の話なんですが、これどうですかね。ODF ってご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか？は少なめですかね。半分以下ぐらい。ここはちゃんとお話しました。で、もともと、OpenOfficeの時代ですね。のファイルに、そのファイル形式をもとに、国際標準として作りました。
で、まあ、それまでは、まあ、オフィスのファイル形式ってその国際標準にはなってなかったので、まあ、それぞれのソフトウェアが勝手に作っているという状態でした。で、そうするとなかなかこうファイルを行ったり来たりするのが難しかったりですね、まあ、無理やり頑張ってたんですね。仕様は隠されてるのに解析して頑張ってるみたいな、そういう状態、まあ、暗黒時代がずっと続いてました。で、まあ、それが ODF っていうのが出てきて、まあ、マイクロソフトも OXML っていうのを、標準のファイル形式を出してきて、まあ、2つには分かれてしまったんですが、国際のまあ、標準形式は2つ今あるっていう状態です。で、ODF 自体は、まあ、アパッチオープンオフィスはもちろんそうですし、マイクロソフトオフィスとか、まあ、他のオフィスソフトでも、まあ、ある程度はサポートされてますっていう、まあ、サポート度合いがこれソフトウェアによって違うんですけど、一応開いたりとかできるっていうですね、書き出したり。で、あとはまあいろんな政府とかが推奨されてます。一応日本政府も推奨はしています。で、まあ、イギリス政府ではもう標準形式に合流しますよっていうのはこの間プレスリリースが出てました。ので今後は ODIF っていうのがもう少しヨーロッパを中心に普及してくるのかなと思ってます。で、まあもう少しちょっと自由な世界に一歩来たかなという感じですね。で、あと総合運用性の話も少しだけしますっていうことで、まあ、ファイル形式の話でいうと ODIF と OXML とその昔の MS Office の3つありますけど、まあ、今だと、まあ、今まではそもそもあの従来の2003までのバイナリ形式が一番やり取りが安全だったんですけど、最近は状況が少しずつ変わってきて、ODF とか OXML のやり取りもだいぶ安全になってきたかなというところです。はい、まだバージョンごとにどんどんこの辺は変わってきてますので、どのバージョンの話かっていうのはちょっと、気にしておいていただければと思います。で、導入の話はあんまりかけてないんですけど、自治体では結構入ってますっていう話で、ここに、載ってないところでもいくつかありまして、例えばですね、発表されてないところも結構あるみたいです。私がたまたま知ったんですが、とある県の、教育委員会ですねでは7000台規模で入ってますよっていうところもありましたので、意外に入ってるかもしれないです。こんな感じで、まあ、使ってるのか使ってないのかちょっとコミュニティ側からはよく見えてないんですが、まあ、意外に使ってないなと思ったら使われてるというぐらいの感じです。で、今時間どれぐらいですか？見えてない。あと7分ぐらいです。はい、ありがとうございます。で、コミュニティの話っていうことなんですけど、まあ、ボランティアで、まあ、一応コミュニティ、ボランティアが参加してますよっていうことですね。で、我々としてはオープンであること、透明性っていうのを重視してます。まあ、もともとそのオープンオフィス時代の経緯も踏まえて、このあたり重視しているということです。で、まあ、実力主義というか実績主義って呼ばれるものを採用しています。で、まあ、こんな風な感じですよねっていうだけなんですけど、まあ、ユーザーコミュニティがあって開発コミュニティもあって、まあ、日本語のコミュニティっていうのは両方にまだかっていると思うんですけど、その中に日本語チームっていうのがいますと。で、まあ、ドキュメント財団ですね、 TDF のマニフェストとして、まあ、一応4つ、アワーバリューズっていうのを出してます。でこれはデジタルデバイドの解消と、それから母語の保護ですね、文化的なものの保護ですね、それからオープンなドキュメントフォーマットの世界を作ろうというのと、それからオープンで透明性のある開発プロセスという
この4つを我々は重視して達成するためにやっていますよということで、ようやくなんか表題というかの方に来ましたが、時間があんまりないんですが、まあ、4.3 って実はそんなに大幅な改善というか機能追加はなかったので、いくつか気になったのを持ってきたんですが、なんか 3D モデルっていうのをインポートできるって書いてあって、ちょっとさっき試してたんですが、なんかグリグリ動かせるのかなと思ったら、その元データもまだ持ってこれてなくて試せてないんですが、こんな今スクリーンショットなんですね、これでこんな感じのものをインポートしてなんかできますよっていうところが、4.3 からできるようになりました。それから重いこのスクリーンショット重かったかもしれない、はい、ちょっと失敗しましたね。それ以外だと、まあ、UI というか UX の部分で少しずつ改善していたりとかですね、っていうのを細かいところやってます。まあ、手元のやつを見た、あのチラシはブースで配ってますので、4点この辺りの話は、ね、後でブースに来ていただけると、説明できます。でですね、あとはですね、本当に動かないですね。やばいですね。あの、ラインとかですね、線の色を選択するときに、昔はこうリストだったんですけど、それがようやくカラーパレットになって、すごく選びやすくなったとかいうのもありました。あとはそうですね、いろいろあるんですけど、最近スタートセンターっていう、まあ、4.2 からスタートセンターっていうのができたんですけど、まあ、それが、皆さんスタートセンターってわかります？なんか起動したやつですね。LibreOffice 全体を起動したときに、まあいろんなアプリケーションを起動できる画面があって、右側にこうファイルのサムネイルが見えるようになったんですね。ですごく便利なんですけど、これ消したいときどうするのっていうので、まあ、あの簡単に消せるようになったっていう機能が入ってきたりとか、本当まだまだこのスタートセンターはまだ行われてないので、次のバージョンでも何か変わってくるかもしれないです。とかですね、まあ、そういった UI のあたりもだいぶ変わってきています。あとは、OXML の対応ということで、まあ、Excel の関数とかを追加、関数群追加されたりとか、まあ、そういったところも、機能追加されています、はい。いい時間になってきたのかな。もうこいつが全然動かないので、もう。はい。じゃあ、もし、という感じで、大体プレゼンを終わりたいと思いますが、質疑ありましたら質問いただければと。ちょっと、トラブルがございまして、何か、ご質問等ございましたら、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。ちょっとにはないですね、はい、では、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またあのブースの方も、ぜひ、行ってみて、実際に触ってみていただきたいと思います。そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。